カフェオレね、とろけるミルクのカフェオレということでね、ブレンディーからね、ボトルコーヒーブレンディーっていうのがですね、新しいのが出ました。これですね、とろけるミルクカフェオレです。ではちょっと混ぜてね、よし、色が色はこんな感じですね。では、いただきます。まあ意外とこう飲みやすくて、味としても非常に、まあ薄口でいい味ですね。そんなに濃くない。本当ミルクにあのコーヒーを入れたって感じですね。本当まあシンプルな味ですよ。さすが新しい味、味もシンプルですね。今まで大体普通のものだと大体濃くあったりとかね、あの砂糖をうんと使ったりすることが多いと思うんですけど、これに関してはじゃあのそんなことはなくて、非常に薄くてなかなかのいいね味わいかなと思います。で結構なまろやかさと、味があって結構ないね、薄口のカフェオレミルクの味でなかなかいいなっていう感じですね。これはこれで結構あの中がとろけててですね、なかなかこうじわっとくる美味しさっていうか、まあそういったところがまたいい味を出してて、うん、結構味わい深いいい味だなっていうふうにね、思います。どうもありがとうございました。